さあ、じゃあ続いてワールド4ですね。ワールド4のフルコンプを目指してやっていきます。まずは4の1からですね。はい、4の1、糸巻きジャングル。これはビーズ2つ見つけてないのと、ライフもクリアしてないということですね。そしたら隠れているものが見えるようにしましょう。糸巻きジャングル、なんかあのあれか、くるくる回る丸太ね、矢印丸太ってやつですか、あれのところかな。あ、違う、これか。はいはいはい、あったね、こんなコース。そう、ここ毛糸玉全然なかったんだ。そうだ、思い出してきた。毛糸玉がね、全然ないの。毛糸玉欠乏症が起こるの。いや、これ取れてんな。お、あんなところに、あんなところに見つけたよ。あー、ちゃちゃ、痛い。糸をございます。こんなところにあった。これは行ってないんじゃないかな。行ったんだ俺俺は行ったんだ。これでもここにスタンプはないもんね。そうですか、当時の俺はこれ行ったんだ。怪しいのはここぐらいかな。でもこれ行ってんだよね。もう来た。上とかもないんだね。これは、あ、これはまだ取ってないやつですね。あと1個、あと1個取ってないのはあります。で、ライフはあと10。追加を没収しておいて、追加没収、スイカ募集とペレペレピューンと除去しておいて、お、これは取ってないやつだ。オッケー、いった。ライフを取りにライフ取りに行って死んだ。ライフ満タンやったのに。多分満タンやで今の。危ない、あー落ちる、危ないこんなね、もう文字通りの綱渡りやないか、こんなの。本当に、字面通りやわ。OK、倒した。これでライフ満タンでいったんでしょう。うん、いったんですよ。スタンプも満タンでいったんですよ。うん、おそらく。いったんですよ。強調するな、そこ。はい、来ました。OK ですね。よーし。どれでもただキャンペーン、ありがたい。スタンプをこういっぱい使うタイミングだからありがたい。4の3いきます。4の3、イカダに乗って川下り。これもスタンプ1個とライフ満タンでクリアしておりません。せっかくだからどれでもただだから、隠れているものが見えるようにしたかったのに失敗した。うわ、もうお金取られんのか。マジか、マジかマジか。もう2回目から金取られんのかよ。2回目から別料金ですみたいな2回目からはもう別料金です、お代頂戴いたしますみたいなね、そのパターンか。なるほど、あれだな、換気炉みたいなもんだな。初めてのご利用の方はみたいなパターンですね。換気炉なんと2700円、ね、みたいなね、そういうやつですわ。はい、あいつも多分まだ毛糸玉当ててなかったはずだから、今ので多分図鑑埋まるでしょ。よし、これなんだ。ここら辺まで来たら何やろ。パラソルじゃないよね。あ、マーメイド、マーメイド、よし、さあよか。
ここら辺じゃないでしょうね。取れてないスタンプは。さすがにこんなとこないでしょ。ちょっと待って、重い。PC がすげえ重い。ちょっと待って、PC がすっごい重い。なんで？すんごい音ずれしとった。取ってるもんね。ちょっと待って、ずれ、なんかすっごいずれてんの。いやー、ないなー、なかったぞ、ここに。ここらへんか、じゃあ結局はこういうとこになるか。まだビーズが見つかってないけどね。どこだ、ここらへん取ってる。あ、これか。はいはいはい、取れた取れた。じゃあとライフだけだったね。ライフだけだったんだけども、まあこうなるんだよね。どっちみちコンプしてないんだよね、ライフがね、うん、よーし、満タンです。安全に川下りしていきましょう。いきます。さあ、あとビーズとノーダメクリアね。この先ですよ、取ってないビーズは。ここ、あ、オッケー。ビーズはオッケー。あとはノーダメね。さあ、行きましょう、行きましょう。よし。はい、猿。猿いらない。さあ、どんどん壊れていく。こいつ当てとこ、当てとこ。よし、安全に、なるべく安全にね。もう安全でしょう。OK。到着。はい。じゃあ、ライフマンターですね。OK、OK。ここもクリアしました。これが4の3やったっけ ?4 の3か。4の3という衝撃ね。まだ2ステージしかやってないっていう衝撃。そっか、4の3ですか。次、4の4ですね。行きましょう。潜入、水の砦。これはライフが全然いってないのと、スタンプが1個出てないということですね。そしたら隠れているものが見えるようにしましょう。これはでも、ここら辺かな。お、ん？どうでしょう。こういうとこじゃない。とりあえずこのエリア出るか。ここまで来た中にはなさそうですね、ビーズ。うん。あ、ここだわ。絶対ここだわ。ライフ満タン行かなかった原因も多分ここだわ。なるほど、強制的に浮き上がって強制的に降りるところだ。ここでトゲに当たったんだな、確か。あれだわ、取れてないの。あ、こういうことだよ、こういうことだ、絶対こういうことだ。ライフ待って、満タン行ってない理由はここだ。そっか、どんだけ探索しても意味ないねんな、ここで失敗したら。あれ？あれ、スタンプ取れてないの？
どこだ。え、ここじゃない。マジか。どこにスタンプがあったというんだ。あとあるとしたら、いやもうどこもわかんねえわどこにあってもいいわもはや、あ、これ光ってるやん。マジか、これスキルのかよ。はーい。オッケー、スタンプいった。あとライフだけですね。ライフだけなんとか頑張りましょう。オッケー。あれ、危なかった。また時に当たるとこやったわ。よし、あとはノーダメージで。ノコノコか、ビッグノコノコをね、ビッグパタパタか、倒すだけですね。よし、頑張りましょう。どういう攻撃パターンやったっけ、こいつ覚えてないんだよね。お、はいはい。あれ、焦げ、焦げにヒップドロップさせてお腹を狙えばいいか。なるほどね、把握した。足場がないよ。私の足場を用意してください。足場が来ました。ラゴ起きなさい。来ない来ないな、この感じ。あ、まだ折り返すんかよお前。マジか、これ最初から直さなあかんなここだ、ここで、ここで落ちてくれくそ思い通りの場所に来ないな。当たっちゃった、当たっちゃったよなはい、やり直し。あの上にトンって乗ろうと思ったんやけどな、うまいこといかんかった。よし、いけるかな。あと一発ですよ。あと一発当てれば OK。 そろそろ行きたいそろそろクリアしておきたい。タイミングだけ見極めよう。しっかりとね、避けるタイミングを見ないと。はい、来る。はい、いつ落ちてくるかわからん。はい、来た。よし、これでいった。よっしゃい、やっとや、やっとですわ。 OK、 やった実はここだけで1時間ぐらいかかってましたからね、ノーダメージクリアのため。いやー、よかったよかったよーし、やっとですよ、ほんとやっと待望の、待望のクリアですね。はい、じゃあ次行きましょう。4の6、4の5のあの、何やったっけ、星空、星空やったっけ、夕焼け、カーテンスライダー、これクリアしてますね。はい、で4の6、お化けタペストリーの秘密、これもライフですね。はい、じゃあライフはどうしよう、受けるダメージ少ないにしておきましょうか。まあお化けにやられたんでしょうね、多分ライフが満タンじゃないってことはね。うん、だからダメージ数を減らしておきましょう。よし、
オッケーオッケー。これで鍵がどこやったかやな。鍵どこやった。あ、こっちか。はい、よし、いいぞ、順調だ。よし、この時点で15ですね。オッケー、この段階であともう一つ、ハートの手に入るハテナグモに毛糸玉を当ててゴールすれば、無傷でゴールすればフルコンプ達成ですね。さあ、それができるかどうか、大変重要なところでございます。これだと思うんだ。いや、ちょっと待って、全回復じゃない難しいな、あのタイミング。マジか、マジで言うてんのかこれ。いや、これどうしようもないな。これもうないでしょ、どっかどっかに、ね、ライフ的なものないでしょ。もうハテナグモの場所が分かんないもんね。ライフのハテナグモはないんじゃないかな。いやー、やり直しか。はい、オッケー、オッケー、満タンです、満タン。あとはこの状態でノーダメージでクリアするだけ。もうさっさと行ってまおう、もう怖いから。はい、口含んで投げ捨てて、オッケー、オッケー、行こう行こう。こいつだけ怖いからタイミングだけ見て、はい、オッケー、あいつに当たらんように、ね、さあ踏ん張りで一気に進んでいきましょう。もうクリアだけが目的ですから。はい、オッケーです。これできたね、やっと。うんよーし、オッケー、ゴールでございます。じゃあ成績見てみましょう。 OK ですね。はい、さあ全部つきました。よーし、順調順調。順調じゃない順調ではないわ。ワールド4めっちゃ時間かかってるからね。順調ではないのは確かだ。うん、間違えました、言葉を間違えた。はい、 OK。 いやー、なかなかいい景色ですよね、やっぱこれだけスターつくと。うん、この4の S ももう取ってるんですよね。4の S、ビッグパップくんの逆襲。これ結構難しいステージでしたけども、なんか何回か繰り返しやっていくうちに20いってましたね。うん。4の7、4の7もクリアしてます。矢印リフトで大木探検。これも無事コンプリート達成。はい、4の8ですね。ビッグパップくんの下水道。ここか。これね、だからボス戦でライフを削らないっていうのと、スタンプを1個見つけないといけないっていうとこですね。ちょっと隠れ、間違えた、また間違えなんか間違え、ずれんだよな、感覚がずれんの1個。もうヒップドロップ強なったところでやんっていう感じやねんけど、なんか知らないけどヒップドロップを強くさせてしまうんだよね。隠れているものが見えるよ。はい、こっちにします。こいつは成長するのを待ちましょう。で、これを当てると、はい、これでスタンプね。でもこれ取ってるわ。さあ、取ってないスタンプはどこにあるか、しっかりとね、どっか透けるんじゃないかっていうのをね、しっかり見ていかないと。よし、当てて、ほい。お、そこにもなんか、これライフか、これが噂のライフか。違う、ウルフラフト、それが噂のライフか。何が噂なんかわかんないけどね。違う、スタンプ、これも取ってる。ここもない。
これなんかあるぞ。あ、これじゃないの？これ取ってないの。オッケー、コンプリート達成。あとはライフね。それが問題なんだけどね、俺の場合はね。当てておこう。いや、だいぶ加速するな、あいつ。いや、もう登れない。登れないし、最悪や。最悪や、ライフを。お前な、めっちゃ加速するやんけ。許せんわ。これはウルカットか。ライフ満タンでございます。じゃ行きましょう。さあ、パックンフラー。ノーダメージクリアなるかですよ。ビッグパックンフラーはね。もうどういう攻撃パターンかもう忘れてるから。完全に、道中面で忘れてんだからね。うん、それは忘れてるよ。よし。こんにちは。じゃあ行きましょう。なんだなんだ。ん？避け方が分かんないんだけど、そもそも。どうして？あれ、怒らせやへんか。あ、これ端っこで避けれんねや。なんや、思い切り当たりに行ってもうたわ。こう、血に含んだ状態で、あいつには食わせればいいんだ。なるほど。オッケー。パターンわかった。ただ俺はもうダメージ食らってしまったんだ。で、あ、左右に動く。よし、避け切った。ないない。思ってたパターンじゃない。あ、来た。いや、ちゃう。もう、ソンって投げてええんかな？ソンって投げたらよかったんかな？どの角度で投げるべきかわからなかった。避けて。はい、取る。はい、避ける。はい、ソン。はい、損でよかった。損でよかった。なるほどね。上にポンってやらなくてよかった。損でよかった。よし。また来るぞ。どういう展開で来るんだ？あ、空中。あ、そういうこと。わざわざ当たりに行ったよね、今ね。そんな難しくなかったな、今は余計な。あ、こう、戻るんだ。これも踏ん張りジャンプ使えばそういうのなんですかしかな。オッケーオッケー。ここでパターン覚えてしまおう。避けて。さあ、どう来る？はい、そう来る。あ、なるほど。よく。はい、よく。あ、どこ？なるほどね。さあ、俺はちょっとここで死んでおかないといけない。倒し方分かったから。はい、オッケー。よーし、再びビッグパックンフラー戦行きましょう。これ避けんだね。こうだね。はい、オッケー。で、これ食べて。さあ、来い。来るなら来てみよう。これを踏むと。よし。オッケーオッケー、パターンをつかめ。パターンをつかめば勝てる。どう来るんだったっけ？あ、そう、ループしてくんだな。スタバループしてくるから、それを避けるだけ。はい。これどう来るんだ？下から来るか。下から来るから、ストーンって投げる。はい、ストーンって投げる。はい。これで OK ね。 OKOK、 いいですよ。左右にビヨーンってやってくる。あ、じゃあちょっと遊びを持たすのかな。こうだ。はい、くぐってまおう。で、あと早めにループしていくんだ。 OK、 踏ん張りを使って。さあ、避けた。さあ、来るよ。
1個だけ食べて、どういうパターンだこれは。ストンってきてポンってくるのか。はい、ストンってきてポンってくるんだよな。はい、でポンってくる。はい、よし、食べさせて、オッケー、これでオッケーね。よし、いったいった、なんとか2回目でいきました。はい、ライフコンプ達成、おはようございます。これでワールド3、じゃあワールド4か、ワールド4のフルコンプ達成ですね。はい、無事行きました。じゃあ一応花丸も見ときましょう。花丸はついてますね。はい、3、2、1とついております。さあ、じゃあ続いてはワールド5ですね。雪のステージ、これは星が2つしか取れてないと、5の S と5の6だけ、それ以外ついてないので、コンプを目指してやっていくということになります。じゃあ行きましょう、ワールド5ですね。はい、ということで、録画取れてないですけど、録画したファイルが多分取れてないと思うんですけれども、無事バッジを2つ取りましたんで、そこだけ報告しておきます。で、ライフは12ですね。はい、あとはライフ満タンでクリアするというのが大きな目標ですけれども。さあ、私にそれができるか。